なぜか菅も地蔵がある、商店街に来てるんですが、なぜかというとこの近くの小学校で講演会をするのでね、おばあちゃんの原宿とかいうとこですよね。確かこうなんかすごい楽しい、めったに来ないとこ来ると楽しい。確かにちょっといろいろおばあちゃんのっていうとなんかちょっと失礼ですけど、いろんな方が歩いていて楽しいですね。東京の中でもね、東京ってやっぱりすごく、あ、トゲ抜き地蔵だ、思いました。トゲ抜き地蔵、トゲを抜いてくれるね。東京って十分に広くていろんな地域的な差もあって、おお、すごい塩台風水塩台風なんか単純にも観光モードになってますが、ガモーで吉羽って、なんか独特のなんか雰囲気でいいですね。僕はもともとおばさんとか言われてるんで、おばさんおばあちゃん、ここにぴったりなんじゃないでしょうかね。なんかこういう服ファッションのお店もあったりとかしてキョロキョロしちゃいます。この近くの小学校でお話、あ、もうトゲの地蔵だ、ここがトゲの地蔵なのか、トゲの地蔵も近かったね、なるほど、ここにみんな参拝される、トゲ抜き地蔵本堂入り口とか言ってる、こうだから門前町なんだね。これだから今日平日ですけど、平日でもなんか関係なく人がたくさんいらっしゃいます。トゲ抜き地蔵ちょっと行ってみましょうか。お寺なんだね、まあ、地蔵だから耳かきとか売ってるよ。おお、ただあれですね、インバウンドの方は比較的少ないかも。まだインバウンドの方はここを発見してないいいね、逆にね、そうインバウンドによって発見されてない観光地って逆に素晴らしくないですか。ということで、なんかもう本当に嬉しくなっちゃいましたが、仕事しに来たんで子供たちの教育についてお話をしに来たんで、その音声はできれば上げたいと思ってますが、とにかくも、以上、菅も地蔵通り、時の地蔵の、おばあちゃんの原宿と言われている菅も地蔵通りから、荒野日記をお伝えしました。楽しい。